アメリカ人女性による日本のホットケーキにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、どうせただのパンケーキでしょ？アメリカ人女性が日本のふわふわホットケーキを食べた結果の話題です。海外、美味しさのレベルが違う。ホットケーキといえば日本で人気のスイーツの一つですよね。薄力粉などの材料を揃えて作ることもできますが、ホットケーキミックスを使うとより簡単に作ることができます。近年ではふわふわのホットケーキが人気ですが、日本人だけでなく海外からのゲストにも注目されているそうです。今回ご紹介するのは、日本のホットケーキを食べたというアメリカ人女性によるエピソードです。彼女はある日、ご主人である日本人男性にふわふわのホットケーキを焼いてもらったようですが、とても驚いたとか。彼女は日本のホットケーキを食べどのように感じたのでしょうか。早速ご紹介していきます。日本人男性、しかも年下の人と結婚するなんて思っていなかった。彼はとても誠実で、人の気持ちを一番に考えてくれる人。出会ったのは日本で働いている時よ。私の祖母は日本人。アメリカで留学している時に知り合った男性と結婚したそうだ。祖母はそのままアメリカで生活することを選んで、アメリカで出産し子育てをした。日常生活ではほとんど英語を使っていたらしいけど、子供とは日本語でも会話していたらしい。だから私の母は少しだけど日本語がわかるの。孫である私もね。日本語を少し知っていたせいで日本に興味があった。母は留学しようと思ったことはないみたい。だけど私はずっと前から祖母の故郷である日本に行ってみたかった。大学で日本語を勉強し、一層興味を持つようになったわ。そして留学を決めた。祖母の故郷である日本へ。日本語の勉強は楽しいし、治安はいいし、食べ物も美味しい。みんな親切で、私はすぐに日本が大好きになった。学校に通いながらアルバイトもしたわ。そして卒業したら日本で仕事を見つけて働きたいって思うようになったの。両親も祖母も賛成してくれたわ。日本で就職して5年目のこと、取引先の会社の人と直接会う機会があったのよ。その時のメンバーの一人が今の夫。彼はとても若くてエネルギッシュな感じだったわ。私が好きになるタイプではなかったから、その時は特に意識していなかったの。でも彼の方は私にものすごく好意的で、何度もお誘いを受けたわ。年齢を聞いたら5つも下だし、正直言って相手にしていなかったの。でもある日、仕事の都合で一緒にランチをすることになった。お昼休憩の後にミーティングがあったのよ。今までお誘いを断り続けていたけど、その日は OK することになった。一緒に食事をしてみると、仕事では見せない一面に気づいた。彼、女性に尽くすタイプなのよ。きめ細やかな気遣いが新鮮で心地よかったのを覚えている。誠実な人だとも思った。その後も猛烈なアプローチを受け続けたわ。何回か食事をするようになり、一緒にいると気持ちが安らぐようになったの。そして出会ってから数年後、私たちは結婚することになった。両親は私がこの先も独身のままずっと日本で仕事を続けたらどうしようって思っていたそうだ。祖母は大喜びしていたわ。結婰前にアメリカに一時帰国した時は、祖母と彼とで何やら盛り上がっていた。彼は両親にも祖母にも気に入られたみたい。結婰してからもお互い仕事は続けていたの。一人暮らしの時は簡単な朝食で済ませていたんだけど、結婰してからは彼のために日本風の朝食を作るようになった。前はシリアルとオムレツ、トースト、コーヒー、そんなメニューばっかりだったけど、彼に合わせてライスと味噌汁の朝食にすることにしたの。もちろん私も同じメニュー。炊飯器でご飯を炊いて、味噌汁を作って、干物を炙ったものや漬物なんかを一緒に用意する。最初はなんだか変な感じだったわ。急にメニューを変えたせいね。でも慣れてくると、味噌汁を飲まないと一日が始まらないって感じるようになったの。ある日彼が、たまにはパンでいいよ、君の食べたいパンと卵料理とかにしようって言ってくれたの。でも私は仕事の時はご飯と味噌汁の朝食の方が合っている。そこで、ありがとう、じゃあ休日の朝はパンケーキが食べたいわって答えたのよ。アメリカで暮らしている時は朝食によくパンケーキを食べていた。シロップやジャムを乗せた甘いパンケーキ。
野菜たっぷりのオムレツと食べる甘くないパンケーキ、冷凍のワッフルを使った朝食もあったわ。パンケーキは薄いからハムやソーセージを挟んで食べることもあった。すると彼は、ああホットケーキだね、それなら僕でも作れるよって言うの。今度の週末は僕が朝食を作るから楽しみにしていてね、なんて張り切っている。ホットケーキ？日本ではホットケーキって言うのね。嬉しいけど、どうせただのパンケーキでしょ。そう思ったけど言わなかった。そして週末、彼は朝からキッチンで何かやっている。出来上がったら声をかけるからコーヒーでも飲んで待っていて、なんて言って私にコーヒーを入れてくれたわ。大丈夫かしら。彼は普段ほとんど料理をしない。でもまあパンケーキなら混ぜて焼くだけだから難しくないはず。コーヒーを飲みながらその日のニュースをチェックしていると、キッチンからいい香りが漂ってきた。お待たせ、できたよ。見てみると、わあなんて分厚いの、こんなパンケーキは初めて。でも美味しそうね。バターを乗せてメープルシロップをかけて食べてみた。パク。わあすごくふわふわしていて美味しい。甘さがちょうどいいし、ふわふわ感がすごくいい。日本ではホットケーキって言うんだ。と彼、ホットケーキとパンケーキはどう違うのかしら。彼の作ったホットケーキを食べた後、いろいろ調べてみた。パンケーキっていうのは、フライパンや鉄板で平らに焼いたケーキのこと。材料は小麦粉、卵、牛乳、砂糖、水を加えることもある。これらを混ぜて生地を平らに丸く焼き上げたものがパンケーキ。パンケーキはかなり古くから食べられていた食べ物らしい。小麦粉を使って水と混ぜたものを熱した石の上で焼いていたとか。ホットケーキは材料も同じだし、フライパンで焼いていることからパンケーキとも言えるわね。日本にパンケーキが伝わった当時はホットケーキではなくパンケーキと呼んでいたらしい。東京のデパートの食堂でパンケーキをメニューに入れるときはハットケーキという名前にしていたそうよ。やがてハットケーキは温かいケーキ、つまりホットケーキと名付けられた。パンケーキと食パンを区別するためという理由もあったとか。その後日本でホットケーキを簡単に作れるホットケーキミックスが販売されるようになった。この商品の名前がホットケーキミックスだったから、日本ではパンケーキではなくホットケーキと呼ぶのが一般的らしいわ。要するにパンケーキとホットケーキに大きな違いはない。でも彼の作ってくれたこのホットケーキは分厚いしふわふわしている。アメリカのパンケーキはもっと薄い。彼にどうやってふわふわにしているのか作り方を聞いてみたの。するとホットケーキミックスを使っているという。アメリカでパンケーキを作るときは小麦粉を使うかパンケーキミックスを使っていた。パンケーキとホットケーキに大きな違いがないならミックスされたものも同じなのかしら。彼に調べてもらうと、パンケーキミックスよりもホットケーキミックスの方が砂糖の量が多いことが分かった。それとホットケーキミックスには小麦でんぷんという成分が含まれている。パンケーキミックスの方は乳製品、ミルクの成分が含まれていた。ということは、ホットケーキミックスを使うとよりもちもちした食感になって、パンケーキミックスよりも甘い仕上がりになるってことかしら。同じような製品なのに違うのね。ホットケーキを分厚くふわふわにするにはいくつかコツがあるらしい。独身の時にホットケーキの有名なお店に行って、その分厚さとふわふわ感に魅了されたという。そしていろいろ試して納得のいく作り方にたどり着いたのだそうだ。まず卵と牛乳をボウルに入れて混ぜる。泡立て器を使ってよく混ぜておく。そこにホットケーキミックスを投入。この時順番を逆にすると良くないらしい。ホットケーキミックスを先にボウルに入れてから牛乳や卵を入れて混ぜると、混ぜすぎ状態になって膨らまない。ホットケーキミックスを入れたら軽くかき混ぜるだけで OK。 ホットケーキを焼くときはフライパンを熱するだけじゃダメ。熱したら一度火から下ろして濡れた布巾の上にフライパンを置く。一度冷ましてからホットケーキの生地を入れると均一な焼き上がりになるそうだ。粗熱が取れているくらいの温度がちょうどいいとか。フライパンをコンロに戻して弱火にして生地を流し込む。この時低いところからじゃなくて高いところから生地を一気にフライパンに落とす。そうするとムラがない綺麗な形になる。3分くらいしたら表面に気泡が出てくるから一気にひっくり返す。2分くらい焼いて竹串を刺してみて、生地がついてこなければ OK だけど噛んでもいけるみたい。
これだけでもふわふわのホットケーキが焼けるんだけど、彼はあるものを追加していた。それはマヨネーズ。彼はマヨネーズをちょっと入れるとふんわり感が増す気がするという。へえ、今度私も焼いてみようかしら。それから卵を混ぜるとき、卵黄と卵白に分けてメレンゲを作って混ぜるとものすごくふわふわになるらしい。メレンゲを作るのは時間がかかるから今日はやらなかったんですって。アメリカのパンケーキとは違うけど、ホットケーキも美味しいから気に入ったわ。彼がホットケーキ作りが上手だなんて知らなかった。しばらく週末の朝はお願いしようかしら。以上がエピソードの概要です。そんな日本のホットケーキは SNS や YouTube などでもたびたび紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本のパンケーキはアメリカのより分厚いことが多くてケーキっぽいね。メレンゲやスフレなどを混ぜてるからだけど。日本のパンケーキを食べたことがあるけど本当に美味しかった。とてもふわふわなんだよ。ホットケーキミックス？簡単すぎてずるいよ。オーストラリアでこのホットケーキミックスを買うことができるのかい？誰か知っている？ホットケーキ大好き。すごくやみつきになっているわ。一週間に2回以上食べているわよ。パンケーキとホットケーキは全然違う。美味しさのレベルが違うよ。以上が海外の反応です。パンケーキとホットケーキ、どちらも美味しそうですよね。でもその違いはどのようなところでしょうか？その大きな違いは厚さのようです。アメリカでよく食べられるパンケーキは生地が薄いもので、日本のホットケーキは厚めのものが多いようです。その理由には諸説あるようですが、次のような説もあるとか。アメリカのパンケーキには、スイーツ系、食事系両方のメニューがあるようですが、朝食で食べられるのが多いようです。そのため、忙しい朝に何分もかけて分厚いものを焼く余裕はないので、薄いものが多いのかも、とのこと。一方、日本では、朝食やランチなど、ピークではない時間帯に、おやつとして出されてきたので、分厚いものを焼く時間的余裕があったのでは、という説のようです。分厚くてふわふわしている日本のホットケーキは、外国人さんにも好評のようで、日本人としてはなんだか嬉しいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら、高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。